僕らコーチは、僕も本当そうでしたけど、なんで分かんないんだよって子供たちに言っちゃう。選手たちに、このチームは1年後どうなってたら最高ですか、質問としては3つあって、まあ大枠なところからいきましょうか。人間っていうのが全体像が把握できないと分からない、動きにくいっていうことがやっぱりあるんですけど、多くのコーチがやるのは、この練習メニューに関してこれとこれとこれ、これをやって、じゃあ次のメニューの時にまたこれをやってこれをやって言いがちなんですけど、そもそも今日のテーマってなんだっけっていう大枠、今日の練習はこういうことが大きなテーマで、最終的にこういうふうに持っていくんだよ、全体像を把握してもらうように言って、でそこから細部の確認をしていく、一番まあ人としては分かりやすいやり方、結構それを言っても全体像を言わないっていうのがあるので、まずは全体像を把握してもらう、その全部そこで完璧に分かる人はないから、サッカーで言うと今日のトレーニングテーマ、今日獲得してほしいこと、今日はこういう流れでやりますよっていうことを伝えた上で、細かいところを話していくっていうのが、まあ大枠でいくと。でそこからプラスでいくと、今度はこうタイプによるっていうふうになってくるんで、仮に論理的に喋っていたとしても、それを受け取れないっていう選手がいるんですよね。簡単に言うと、目で情報を得ているのか、耳で言葉として情報を得ているのか、体で感じるタイプなのか、同じ説明をしていたとしても受け取り方が変わってくるんで、なんで話聞かないのっていうことが起こるし、聞いてるんだけどわからないっていうことも起こるので、全体像を把握したら、基本的な流れは言葉で説明してもいいんだけど、デモがあってそれを見たらわかる、そこに言葉でこういうことだよっていう説明があって、かつまずやってみようかっていうのが全部ないとですね、誰かが分かってない状態です。そういうことが起こっている時に、僕らコーチは、僕も本当そうでしたけど、なんで分かんないんだよって子供たちに言っちゃうとか、なんで理解できないのとか、なんでちゃんとやれないのって怒っちゃうけど、それは本当に正しく伝えてたんですか。僕らコーチが振り返りをちゃんとしないといけなくて、それ子供のせいじゃないんですよね。そこを間違っちゃいけないかな、なんか確認した方がいいですね、本当に伝わったかどうか。子供たちって大抵分かったって言ったら、はいって言うんですよ、ほぼ 100%。そこで OK にしちゃダメで、本当に分かったのかなってこっちは探らなきゃいけないし、分かりませんって言える関係性作るべきですね。仮に子供たちがポカーンとしたり分かんなかった時に、コーチに分からなかったんですって言って OK な関係性にしないと、コーチがむちゃくちゃ怖い、言うこと聞かないのに本当怒られるみたいだったら言えないんで、そうするとなんか変な空気のまま練習をずっとスタートしてて、うまくいかないうまくいかないってコーチがドカーンって爆発するっていうのはよくあることなんで、でもそれって本当に選手のせいですかっていう問いを僕はやっぱ立てたくて、僕らは何のため、誰のためにコーチしてるかって、その子たちが良くなるためにやってるんだとしたら、その子たちの理解度はどうなのかっていうのは確認した方が、繰り返しになりますけど、可能な限りイメージが分かるように、まあそれは分かんないです。映像を見せるのか、デモンストレーションやろう。で、デモを見せる。イメージを掴んでもらって、言葉でも説明して、かつそこが分かってなさそうな、不安そうな顔してる子たちに、もう一回言うよ。もう一回説明するから、聞いてね。確認をするっていうのを、実は常にやった方がいいんです。それはもちろんある程度省略できる部分とか、言葉の説明減らしてもいいとかあるけど、基本的には3タイプもいるっていう前提で、その3タイプに対して、みんな分かってるかなっていうふうにやるには、それぞれで、伝え方変えないといけない。でもちろんそれが時間的にとかあるから、僕がやってたのは練習が始まる前の段階でトレーニング、今日これやります、例えばアップがこれで、次これやってこれやって、最後こういうゲームです、でゲームのメンバーはこのメンバーとこのメンバーがビブスの何色で、こっちのチームは例えばビブスなしです、後半だったらこういう風に変えますっていうところまで書いた1枚の紙をですね、もう貼り付けて練習前に見るようにしてたんです。そうすると、今日なんとなくこういう練習の流れなんだな、テーマこれなんだなっていうことが分かった状態で練習中の説明ってなるから、ある程度説明省けたりするんですよね。例えば4対1のボール回しだったら、次こっちのポジションやるんだってイメージもある程度あるから、そっちがスムーズになったりっていう工夫で、僕はまずそのシートを作って、だから選手たちは着替えながら見てるんですよ。むしろそれをちゃんと見てなかったら、大丈夫ですかって使われるっていう、だって自分が今日何やるかって把握してなかったらまずいよね。監督コーチが言われたことだけをちゃんと聞いてて、それでちゃんとやればいいじゃなくて、今日どういう風にじゃあ自分がプレーしようかなってイメージしてもらうためにも、まあそういう風にシートを作って見てもらう。チームによっては、じゃあ今日の目標は、それを見た上で付箋とかに書いて貼って、練習終わった後にどうだったかっていう振り返りをするようなチームもあったりします。究極はそのグループっていうか、その場が安心安全を感じられる場なのか、よく Google もね、その心的安全性の確保ってすごく言ってますけど、それがないと本音さらけ出せないし、でまたこんなこと言ったら怒られるんじゃないかとか、みんなに何言ってんだって
突っ込まれるんじゃないかみたいになると言わないってなっちゃうんで、どうしても。でしかも日本の場合ってこれは文化的だったり教育的背景で、どうしても教える側の人が先生で生徒、上下関係がはっきりしがち、だから余計言えない、自分の意見は言えない。まあこれ学校はしょうがないんですけど、サッカーの場ってなんとなくちょっと近い、別にコーチだからってめちゃくちゃ偉いわけでもないし、選手だからって下でもなくて、同じチームっていう感覚なんですよね、まあ、特に外国だとそうで、そういう関係性、いい関係性を作ることをまずサッカーを教えることの前に努力してなかったら、もう全く選手の話聞いてない。日本の場合だと先生の話を聞くっていう前提でみんながちゃんとこうピシッとはいってやってるけど、そもそも海外でチーム持つってなると話聞いてない前提だから、どうやって、まあ、自分のね話を聞いた方が得だなって思わせるかっていう、その関係性作りをやらないとサッカーを教えてる場合じゃないんですよね。教えられるスタートも立ってない。それは別に日本だろうが海外だろうが、僕が思うのはここが安心安全の場なのか、そのじゃあ安心安全ってどうやったら感じるのかっていうと、基本的には自己開示だと思ってて、コーチはこういう人ですとか、こういうサッカー好きですとか、こういう選手好きですとか、みんなじゃあどうなの、つながりですよね、お互いのつながりとか共通点がたくさんあるチームっていうところを作っていかなきゃいけない。だから最初のスタートで合宿行ってみんなで寝食共にして、まあ、そうやって同じ釜の飯食った仲間になるっていうのはあながち嘘じゃなくて、ここでお互いのことを知り合うから、でもっと良くするために建設的な、まあ、意見出そうよ、もっとこうした方がいいんじゃない、ああした方がいいんじゃない、選手間同士でも出るしコーチにも言える。僕はコーチがそういう環境を作らなきゃいけないと思うんですよ。意図して作らないとならないんで、ね、本当笑い話であまりに子供たちが喋らないから、コーチが何でもいいから喋れって言って、子供たちがポケモンの話をしだした。サッカーの練習中ですよ。そしたらお前らふざけんな、真面目にやれ って怒って、もうそこから子供と喋んなくなりました。だって何でもいいって言ったじゃん、喋ること自体 OK だけど、それサッカーの関係ないよねとか、笑いにできたりとかできたらよかったんでしょうけど、まあ喋ってほしかったから強制的に喋らせた結果そうなって、さらに怒ったから子供たちが余計喋んなくなった。よく聞く話なので、こういう心理的安全性を感じてもらうようなこうアプローチをするってなった時に、やっぱり子供たちがどういう特性なのか知るとか観察するってめちゃくちゃ大事だと思いますし、まあ、チームのマネジメントっていう話で言うんだったら、じゃあ最初にチームが集まりました、メンバー集まって監督ですコーチですところから、最初まあ練習しながら様子見ですよね。でもちろん最初から素なんてみんな出せないから、さてこの子たちってどういう特性だったりどういう特徴だったりを観察して、まあ、一つの考え方やり方としては、始まってすぐだとちょっとあれなんですけど、監督が思う大切にしたいこと、このチームで大切にしてほしい、まあ、ルール、グランドルールって言い方をしてるんですけど、例えば人を傷つけるようなことはしちゃダメ、じゃあ遅刻に関してはこうですね、私たちのチームはこういう風になってたり、まあ、目標だったりビジョンだったり、まあ、いっぱいコーチが、ね、出す必要はないですけど、まずはコーチが僕が思うこのチームはこうなっててほしいんですってことを示した上で、じゃあみんなはどうなんですかと、で選手たちにこのチームは1年後どうなってたら最高ですか、質問としては3つあって、どういう雰囲気でこのチームやりたいですか、楽しくやりたいとか、真剣にやりたいとか、楽しくもやるんだけどダメなことはダメとちゃんと言える環境と関係性と、まずそれを子供たちに出してもらいます。でそういう雰囲気でやりたいのは OK です。次にそれができなくなるときってどういうことですか、問題困難が起こったらどうしますかっていうのも先に喋ります。例えば無断で欠席したらどうするの、もしいじめが起こったらどうするとか、いたずら嫌がらせがあった場合どうするの、何がこの雰囲気を壊すような要因になるのか、これも喋ってきます。問題って何で、次3つ目の質問は、じゃあその問題起こったらどうしますかっていうところまで話してもらいます。これ実際僕の6ヶ月の講座で教えたコーチたちにそれぞれのチームでやってもらってるんですね。そうすると何がいいかって、ちゃんとこれ最後合意してなきゃいけないんですけど、子供たち自分たちで喋るからコミットメントっていうか守る確率は高くなるんですよね。だって自分でこうしようとかこうしたいって言ってるし、じゃあそれができなくなった時はどうするかっていうことも事前に決めてるから、チーム運営が結構やりやすい。 でも日本の場合ってそういうルールとかそこまで示さず、何か問題が起こった時に対処しようとするから、それが間違ってはないけど、でもそれあらかじめこう経験があったらこういう問題が起こりうるだろうっていうのが出てくるわけで、それ先に話しといた方がいいんじゃない。そこでこの選手に対しての処分どうするこうするとかっていうよりも、先にある程度決めといて、でもちろんそれが 100% ガチガチに守らなきゃいけないルールっていうよりは、その都度もちろん話をして柔軟に解決していいけど、まずは子どもたちにどういう雰囲気でやりたいんですか、その雰囲気が壊れるような要因だったり問題って何ですか、それが起こったらどうなりますかっていうことを話しておくだけで、チームの運営ってかなりやりやすくなったり変わるかなと。でもちろん最後みんなが合意しなきゃいけないから、ここは本当に念押ししなきゃいけないんですけど、日本人ってやっぱりあれは自分は納得してなかった、みんながそう言うから飲まれてそこでノーって言えなかった、後から言うんですよ、それを合意してたはずなの、だからそれはなしだっていうことをはっきり言わなきゃいけなくて、
今言ってねと、それはやっぱり納得できないとか、もうちょっとこうしてほしいとかっていう意見はみんながちゃんと合意するまで話すっていう時間を取った方がよくて、それも言った方がいいです。それ後から、いや俺は本当は合意してなかった、俺は本当は納得しないみたいなのを陰口みたいに後から言うのマジでなし、これ多いからなんですけど、それをちゃんと釘刺しといて、だからちゃんと決めようっていうのをやるだけでも、全くやらないに比べたらかなりチーム運営やりやすくなると思う。